やるべきことは、ひらめいた。俺とお前でマティアスーなんてな。ああ、今のはすっきり。とっておきだ。動物の材料。ごめんなさい。使わせてもらいますね。Thank you.
口当てろ。順当な勝利さ。特に言うべきこともない。すべての宝は我が手の内に。一瞬で終わらせてやる。これが錬金術だ。何が出るかな。おっ、楽勝だな。おととい来やがれ。金目のものをウェルカン。やべえって、怖えって。食らっちゃえ。あっちに行こう。
まずいまずい。もらうぜ。くらえ。何が出るかな。守ってみせる。バカな。させないよ。俺が代わりに。ちょっと。おっ。俺が代わりに。守ってみせる。きっと痛いよ。俺が代わりに。だから嫌だったんだ。お姉ちゃんやらせない。とにかくたくさん拾うことだね。錬金術師は欲張りでちょうどいい。これが錬金術だ。不思議な道具だな。でい。こんなもんだろう。わあ、こらった。金目のものウェルカム。
つってる跳躍。水の中の星空、素敵だな。まずい。でい。楽勝だな。おととい来やがれ。
ら。受け取れ。まずいまずいまずい。任された。くらえ。何が出るかな？ついでにこれも私がさせないよ。援護するぜ。
せろ。まずいまずいまずい。おっ、だから嫌だったんだ。どこ行くどこ行く。ねえねえ。はい、かまい。今結構難しいちょ。了解です。ありがとう。どこ行くどこ行く。うん、なになに、どこに行こうかな。誰作ろっかな。この出来なら文句なし。二人に頼んでよかった。これで時間を巻き戻すの。はい、ん、ど、時間の流れを制御する時間、ん、いえ、あんまりにもゾフィ正直、ううん、前夢、それに私二人くらいの子、ソフィーさんがですか。まさか、そんなこと。ほんとほんと、プラ、昔の私に比べたら二人はすごい実力を持ってる。このまま行けば私なんてすぐに追い越しちゃうよ。だから二人、今よりも未来のことを。じゃあそういうわけ。未来旅行か。今度試してみようかな。さて、行き先はどこ行く、どこ行く。どこ行く？
調合してやろうか。調合あっちこれ。どんな触媒入れればいいかな。材料選択をめる。あれなんか混ぜった。材料選択は目が命。調合
こんなもんかな。これでオッケー。こんなもんかな。これでぐる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 。特性はどれがいいかな。うむ、これにて完成。Thank you.
さて、
これにて完成。さて、これは まだこれはそろそろ気合よ。よし、こいつで取れ。とりあえずはいい。特性はどれ。これにて完成。しなさい。真逆の成長っていうのはあなたたち自覚ない？リディは理論派、知識をもとに堅実に調合していくタイプ。スーは感覚派。理論派と感覚双子で、しかも同じ。ああ、ま、いいわ。一つだけ、錬金術すごく上手くなった。二人ともよく頑張ったと思う。大変だ。スパルタ課題が山のように降ってくる。逃げろ。あ、ほら、人がせっかく褒めてやったのに。まったくもう、錬金術は上手くなってもまだまだ子供なんだから。さーて、私も帰って勉強するとしましょう。